頂上現象を題材にしたホラー映画を中心としたアメリカのメディアフランチャイズでありシェアード・ユニバースである。本シリーズは頂上現象の調査員であり作家でもあるエドロレイン・ウォーレン夫妻の身に実際に起きた事件をドラマ化したものである。本編では悪霊に取り憑かれた人々を助けようとするウォーレン夫妻の試みを描きスピンオフ作品ではウォーレン夫妻が遭遇した。 いくつかの実態の起源に焦点を当てている。本シリーズは商業的にも成功しており、総予算1億7800万ドルに対し、総工業収入21億ドルを記録し、ホラー映画としては2番目に高い工業収入を記録している。このシリーズは主に好意的な評価と賛否両論の評価を受けている。本シリーズ誕生のきっかけとなったのは、 資料館のプロデューサーを務めたトニー・デ・ローザ・グランドが、ロレイン・ウォーレンのインタビュー音声を、夫のエドから聞かせてもらったことであった。それは、資料館公開の20年以上も前のことであった。デ・ローザ・グランドはその音声と視聴後の議論を、録音していたのである。議論も終わりに近づいた頃、エドの、私たちの経験を映画にする以外に、私たちは世間に対して何もなし得ないでしょうという。 言葉を聞いたデローザグランドは、その場で夫妻の経験を映画化する構想について熱く語ったのだという。デローザグランドは資料館というタイトルのプロジェクトを立ち上げたが、その後14年間映画化の目途をつけることができなかった。ゴールドサークルフィルムズとの交渉にこぎつけたこともあったが、金銭面で折り合いがつかず破談となった。ピーター・サフランと組むことになったデローザグランドは、 チャド・ヘイズとケイリー・ウー・ヘイズに脚本の執筆を依頼した。デローザ・グランドの企画書とエド・ウォーレンの録音テープを手がかりにしつつも、二人は主人公を当初案のペロン夫妻からウォーレン夫妻に変更した。二人はロレイン・ウォーレンに何回も電話取材を行い、詳細に至るまで正確に描写することに努めたのだという。2009年の半ばまでに、 資料館の映画家権をめぐって6つの制作会社が激しい競争を繰り広げたが最終的にサミットエンターテインメントが映画家権を獲得したしかしデローザグランドとサミットエンターテインメントの間で意見の相違が埋まらなかったため本作の映画家権をめぐる獲得競争が再び勃発した2009年11月11日デローザグランド率いるエバーグリーンメディアグループと ニューラインシネマとの間で正式に契約が結ばれた。資料館ユニバースの全8作品の舞台は1952年から1981年の間である。2012年1月、ジェームズ・ワンが資料館の監督に起用されたとの報道があった。資料館は1971年にロードアイランド州ハリスビルでウォーレン夫妻が遭遇した事件を題材とした。 作品である。2月には、パトリック・ウィルソンとベラ・ファーミガの二人が主演の、ウォーレン夫妻を演じると発表された。2月下旬、本作の主要撮影が、ノースカロライナ州で始まった。当初、ニューライン・シネマとワーナー・ブラザースは、本作の北米公開日を2013年1月25日に、設定していたが、2012年10月の試写会で、大絶賛されたことを受けて、 本作をサマーシーズンに公開することとした。最終的に本作は2013年7月19日に北米で封切られ、批評家と観客の双方から絶賛され、大ヒットを記録した。資料館の工業的成功を受けて、スピンオフ作品の制作が開始された。その第一作として資料館に出てきたアナベル人形の由来に焦点を当てた映画が、 制作されることとなった。その監督には資料館で撮影監督を務めたジョニアール・レオネッティが起用された。アナベル資料館の人形は人形の所有者であるホーム夫妻に焦点を当てた作品になっている。本作は工業的成功を収めるには至ったが、批評家からは否定的な評価を受けることの方が多かった。資料館に比べて、 出来がおたるという見解が大勢を占めた。2013年6月、ニューラインシネマが資料館の続編の企画を進めているとの報道があり、主演二人はすでに出演契約にサインしていると報じられた。当初、続編は2015年10月23日に全米公開されると発表されたが、ワーナーブラザースは2016年に公開日を延期した。 2014年10月21日、ジェームズ・ワンが続編の監督と脚本を担当することになったと報じられた。11月11日、続編の全米公開日が2016年6月10日に設定された。本作の主要撮影は2015年9月にロサンゼルスで始まり、同年12月にロンドンで終わった。続編は1977年に、 ロンドンで発生したエンフィールド事件を題材としつつも、アミティビルの恐怖を参照した作品となった。前作と同様、資料館エンフィールド事件は、批評家と観客の双方から絶賛されたが、資料館の方が出来が良かったと述べた批評家も出た。全世界での興行収入は3億2000万ドルを超え、ホラー映画としては、エクソシストに次ぐヒット作となった。 2015年10月、アナベル資料館の人形の前日探が制作されることになったと報じられた。当初、続編は2017年5月19日に全米公開される予定だったが、同州に公開されるエイリアン、コベナントとの競合を避けるため、8月11日に公開日が延期された。2016年3月、デビッド・ F ・サンドバーグが監督に起用されたと、 報じられた続編となるアナベルクリエーションはアナベル人形の制作者であるムリンス夫妻に焦点を当てなぜアナベル人形が足き力を持つようになったのかが描かれている2016年6月15日資料館エンフィールド事件に登場した悪魔の二層バラクに焦点を当てたスピンオフ映画の制作が発表された2017年2月 コリン・ハーディが監督に起用されたとの報道があり、全米公開日が2018年7月13日に設定されたとの報道もあった。4月、デミアン・ビチルとタイス・サファーミがボニー・アーロンズの出演が決まった。2017年10月、ジェームズ・ワンが制作を務める新作ホラー映画、ザ・チルドレンの監督にマイケル・チャベスが起用され、 リンダ・カーデリーニが主演を務めるとの発表があった。2018年7月、タイトルがザ・チルドレンからザ・カーズ・オブ・ライオローナに変更された。10月、ショーン・パトリック・トーマス、パトリシア・ベラスケス、レーモンド・クルスがキャスト入りした。2019年4月19日、本作は全米公開された。本作は単発作品として宣伝されたが、 アナベル資料館の人形に登場したペレス神父が再登場しており、後に本作が資料館シリーズに属する作品であることが明かされた。2018年4月、ワーナーブラザース映画は2019年7月3日に資料館シリーズの新作を全米公開すると発表した。しばらくして、その新作がアナベルシリーズの第三作であると判明した。 第3作の監督には、ゲイリード・ドーベルマンが起用され、ピーター・サフランとジェームズ・ワンがプロデューサーとして、続投することになった。第3作に関して、ジェームズ・ワンは、ウォーレン夫妻には、数々のエピソードがあるので、資料館シリーズはまだまだ続くでしょうと述べている。また、チャド・ヘイズとケイリー・ダブリュー・ヘイズも、続編の制作に意欲を示しているのだという。しかし、ワンは、 他のプロジェクトに関与しているので、第三作の監督を務めることはできないとも述べている。ワンは、もしも、第三作を制作する機会があるなら、その監督には、資料館シリーズの世界観をさらに広げてほしいと思っています。第三作が制作されるのなら、1980年代を舞台とするのが望ましいでしょう。とも語っている。後に、ワンは、第三作は、 狼男アメリカンのような作品になるでしょう。狼男を題材とするのは実に面白い。ウォーレン夫妻がバスカビル家の犬のような世界に放り込まれたらどうなるか。それだけで面白い。とも述べている。2017年5月、ピーター・サフランは第3作が幽霊屋敷を舞台にした作品にはならないと述べた。6月、第3作の脚本を デビッド・レスリー・ジョンソンが執筆することになったとの報道があった。8月、ワンは第3作の脚本を執筆している最中だと述べた。当初、第3作は2020年9月11日に全米公開される予定だったが、新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受け、公開日が2021年6月4日に延期されることになった。 2017年5月31日、ピーター・サフランが資料館エンフィールド事件に出てきたへそ曲がり男を主人公とした映画を制作する可能性について研究した。6月14日、ジェームズ・ワンのアイデアをもとにマイク・バンはエズがザ・クルック・ド・マンの脚本を執筆しているとの報道があった。8月、ワンはエンターテインメント・ウィークリーのインタビューの中で へそ曲がり男を主人公として映画を作るのは資料館シリーズの雰囲気をダークな童話に移行させたいからです。と語った。2017年8月12日、ジェームズ・ワンが本作の続編について現時点で続編の可能性があるかを明言することはできません。ただ、もし資料館のシスターが 工業的に成功を収めたなら、続編制作の話は出てくるでしょうし、バラックとロレインウォーレンの物語をどう結びつけるのかという話も出てくるでしょう。と述べた。2019年4月10日、資料館のシスターの続編が制作されていると報じられた。15日、アケラ・クーパーが本作の脚本を執筆することになったとの報道があった。ありがとうございます。